キャッチ、よしよし、こたです。今回は、無課金がエナジーを貯めるためにやってはいけないこと3選ということをやっていきたいと思います。エナジーね、たくさん欲しいですよね。頑張れば毎月平均1000エナジーぐらい貯まるよっていう話がありますけど、なんか自分はそこまで貯まんないんだよなって人も中にはね、いるかと思います。そういうことは、まあリアルでも一緒で、例えば仕事の収入が多かったとしても、使いどころが悪かったり、タイミングを見捨てて、無駄な消費がね、多くなってしまった結果、なかなか貯金に貯まんないな、みたいな感じになっている可能性があります。そこさえ直せばね、使った時の消費量を抑えられたり、エナジーがね、返ってくるってこともありますので、ガチャや育成のため、周りと差をつけて貯めていきたい方は、ぜひチェックしていってください。それではやっていきましょう。それで、接続やっていきますけど、攻略は一つです。無課金をやめることです。以上です。本日はありがとうございました。はい、失礼しました。そんな無益なね、情報は出しません。しっかりためになる情報を出していきます。まず、無課金がエナジー貯めるためにやってはいけないこと。一つ目は、不要なガチャを引くことです。まあ、これは全てのガチャが当てはまるかは別なんですけど、やっぱり狙いが確実に当たる保証がね、あるってところがすごく大事になってきます。まあ、これリアルで考えたら分かりやすいと思うんですけど、例えば自分が高性能なイヤホン、まあ、特にワイヤレスイヤホンが欲しいなと思ってて、お店に行ったとします。で、一つ目のお店が、1万円でワイヤレスイヤホン確定で売りますよって言ってくれてる店で、で、もう一つ別の店では、こっちだったら8000円でくじ引きを引いて、30% の確率でワイヤレスイヤホン当たりますよみたいな感じで売ってたとします。でそこでどっちを選ぶかみたいな話ですね。もちろんくじ引きの方を選んだとして当ててしまいさえすればめちゃめちゃお得なんですけど、どうしても運任せになってしまいます。毎回同じ選択をしていくと結果的にやっぱ確定で取っとくべきだったわっていう風になりがちなので、基本的に確定でガチャを選ぶようにした方がいいかなと思います。で、ガチャは無課金にとっては、まあ僕は3タイプぐらいに分けたらいいかなと思ってて、一つ目は引いたら、まあもったいない、失敗しやすいガチャ。で、もう一つは、まあタイプによっては、いいガチャにもなるし、悪いガチャにもなる、みたいな感じのもの。で、一番最後が、まあ引くべき、基本的におすすめできるガチャっていう感じに分けていいかなと思ってます。じゃあ具体的にどんな感じかっていうと、まあとりあえず最初に引いたらもったいなさそうなガチャに関しては、まあ例えば、超自チーム狙い撃ちスカウト。まあこんな感じのやつですね。まあこれの内容としては、まず S ランクが確定してないんですよね。確定がしてないかつ、まあ50連目以降だったら 70% の確率で自チーム確定、そして新選手確率が 50% 確定っていう感じになってて、まあこのガチャ引くとしたら新しく出てきた選手をまあピンポイントに狙うと思いますので、それをね、引き当てるのに超狙い撃ちって言ってますけど、まあ結構確率は厳しいかなっていう感じですよね。でどうしても運任せになってしまうので、まあこういったような確定がないようなガチャはあまりおすすめではないです。他で言うとグレードアップスカウトとか、でも無課金だとあまりおすすめではないかなっていう感じではございます。で、もう一つのタイプは、まあ、人によるタイプですね。例えば S ランク限界突破攻撃付きガチャ。まあ、こちら S 確定はなくて、まあ、アイテム自体は素晴らしいって感じなので、幻突コーチが4枚以下とか5枚以下の方だったら、まあ、エナジーが余裕あれば全然引いてもいいとは思います。あと、福袋ガチャとかですね。これはまあ、自チームの S ランクの結構たくさんゲットできたりとかするのがあったりするので、そういう時はまあ、純正チームやってる方だったら、まあ、おすすめかと思うガチャですね。あと、正月の S 確定が60連目までずっとね、毎回確定みたいなガチャがあるので、まあ、始めたての方だとかだったら、めちゃめちゃおすすめなガチャにもなっていきます。ただまあ、しっかりチーム補強結構できてて、もう俺ピンポイントで欲しいんだっていう方に関しては、そのピンポイント当てる確定がないので、おすすめではないっていう風に分かれたりしますね。で、まあ、あともう一個くらいで説明すると、ワールドスターも結構難しいですよね。まあ、これは、もし、その狙いの選手が同じ段で二人出てきた場合だったら、ある意味確定でどちらかは絶対ゲットできるので、そういう方はおすすめになってきます。ただ狙いが一人しかいないとかだったら、確率で言うと、そのピンポイントで狙いが当たる確率は、30連目で 15%、60連目で 50% の確率になってくるので、S ランク確定の場所を逃すと、もう沼にはまってて、めちゃめちゃ当てづらくなってしまうので、まあ、結構賭けってところではあります。ただね、レアで相当いい選手がいますので、やっぱね、引きたくなっちゃいますよね。まあ別にガチャが登場してない時だったら、まあ別に求めてないよっていう風にまあ気にしないようにできるかもしれないですけど、いざねガチャね登場して、その能力とか見ていってしまうと、あ、この能力のせいで買いたくなるなみたいに思っちゃいますよね。別に歌にそう求めてないけど、ガチャに登場してると思い出す。君の球速&変化球のその能力のせいだよ。で、最後、まあ、引くべきおすすめとしては、やっぱり確定のあるガチャ、アニバーサリー、エキサイティング、洗濯役所付き福袋、あとは TSOB の確定のある段。で、まあ、ちょっと別枠としては、まあ、イベントボーナス付きの A 確定スカウト、S ランク限界突破コーチ付きガチャとかになりますね。まあ、S 限突コーチガチャは、まあ、エナジー余裕あればって感じになりますけど、ボーナス付きだったらこの辺も引くべきだと思います。で、今回来てる A 確定スカウトは今回に無課金するでいいと思います。ボーナス付きだったら引くべきですが、25エナジーで A ランクだったら、
ドリームキャラバンとかプロスピラビリンスとかにエナジーを使ってやった方がもっと安く A ランク手に入れられますので、基本はそっちで A ランクが欲しい方はやるべきかと思います。で、ガチャについてもっと知りたい方は、月別に目玉ガチャとかまとめていって、年間で無課金はこういったスケジュールがいいですよみたいなおすすめガチャまとめてますので、よかったらチェックしてみてください。で、こういう風にあと2つ紹介するんですけど、このチャンネルでは無課金初心者の方向けにプロスピースで効率よく強くなるための基礎知識を動画配信しております。お得な情報を見逃したくないよって方は今のうちにチャンネル登録お願いします。では続きやっていきましょう。それでは、無課金がエナジーを貯めるためにやってはいけないこと、二つ目は、V ロードや試練をエナジーを使ってやることです。これだけで言うとちょっと誤解を招くので、しっかり説明をすると、キャンペーンや育成系イベント、そういうものが何もない時にエナジーを使ってやるのがもったいないっていう話です。まあ、これはタイミングが大事っていう話で、まあ、リアルでも旅行とかでそうですよね。1年間の中で同じ目的地に行くとしても、旅行代金が安い時と高い時があるっていうのと同じような感じで、V ロードとかをする時でも、そのタイミングによってお得さが変わってきます。で、めちゃめちゃわかりやすいところ、まずキャンペーンから説明すると、このキャンペーンはスタミナ2分の1のことですね。まあ、これは結構1年間で2回ぐらいしかないようなレアイベントなんですけど、まあ、その時によって違いますが、1日か2日ぐらいの期間で、スタミナ消費が2分の1に抑えられる。つまり1試合10エナジーで試合することができるっていうような、超目玉キャンペーンでございます。なんでこのキャンペーンがすごいかっていうと、めっちゃ簡単に言えば V ロード1周を5エナジーで回れるってところです。まあ1周で通常だと29エナジーかかってしまうので、何もない時に V ロードやってしまうとどんどんエナジーが減っていってしまいます。ただスタミナ2分の1の期間で V ロードやっていくと5エナジーだけで1周できるっていう風になります。育成がめちゃめちゃ進むのでおすすめです。しかも日本一回数ね、どんどんプラスしていけるので、 S 契約書がもらえる30回、 G チーム S 契約書がもらえる50回がどんどん近づいていくっていう感じになります。シリーズ2に向けて今から準備すべきことっていうのはこういうのがいろいろありますので、気になる方はこちらの動画で詳しく説明します。見てください。で、もう一つのタイミングの話が、まあ、育成系イベントについての話で、まあ、これはペイペイみたいな感じですかね。僕今買い物とか現金じゃなくてペイペイで大体やってるんですけど、通常よりもがっつりキャッシュバックある時があるんですよね。そういうのがあるので、買い物たくさんするのはそういう時にたくさんするみたいなイメージの話です。で、育成系イベントっていうのは別に正式名称じゃないんですけど、まあ、要するに V ロードとか試練をするとイベントが進められるものですね。具体的にはプロスピフェスタ、ルーレットヒッター、プロスピマーケットとかそういう感じです。プロスピフェスタだったら V ロードとか試合をすることで福引券がもらえて、それで福引を回すことでエナジーや A ランク、B ランク、下手すら S ランクが当たるよみたいなイベントです。で、ルーレットヒッターだったら試練や V ロードすることでルーレットをたくさん回せてスピメダル、エナジー、B ランク、ゴールド契約書、AB 特訓コーチとか、そういうのが返ってくるイベントですね。なので、エナジー使って V ロード試練たくさんやりたいんだったら、せっかくこういう期間があるので、なるべくこういう期間だけに絞ってやるのがおすすめかなと思います。なんで、普段ちょっと時間あるから試練多めにやろうってね、ちまちまやっていくよりも、こういうイベントが来た時にガーってね、詰め込んで、試練アイテムとか貯めまくっておいた方が、エナジー消費も抑えられるし、他にも契約書をゲットできたりとか、いろんなお得な要素があります。あ、言い忘れてましたけど、スタミナ2分の1の時は別に試練もやっても全然 OK です。もう時間のある限り V ロード試練たくさんやっていけばいいかなと思います。無課金がエナジー貯めるためにやってはいけないこと。3つ目は、イベントで序盤からエナジーを使うことです。まあ、これは計画性みたいな感じの話のところで、例えてこの VR ちょっと例えてみますと、まあ、ちょっと遠いところに行くのに、別にね、歩きだけで目的地まで時間通りにつけるのに、間に合うかなって不安になっちゃったりとか、さっさと着きたいなってね思っちゃって、最初からタクシー使っちゃうみたいな感じですね。そうじゃなくて、なるべく歩きで行って、途中でちょっと寄り道しちゃったりとか、それでちょっと間に合わないと思ってからやろうっていう感じの話ですね。というのも、大半のイベントって自然回復のスタミナだけで終われるので、せっかく終わるのにエナジー使ってしまうともったいないってところになります。基本的にはエナジーを割らずにどんどん進めていって、でもしスタミナちょっと余らせすぎたとかで最終日足りないなと思ったら、最後にエナジーを使っていくっていうスタンスで進めた方がなるべくエナジー消費が少ないかと思います。で、まあ例外はランキングイベント系ですね。今来てる必勝アリーナとかプロスピ応援団とかそういう感じのやつで、これはもう普通に自然回復のスタミナで終わらないやつなので、まあしょうがないなって感じですね。で、あともう一つの例外が、まあ、今度積極的にエナジー使って、どんどんイベントやった方がいいやつですね。まあ、それはドリームキャラバンとか、プロスピラビリンスが一番代表的なとこかなと思います。キャラバンだったら S30%、A ランク、B ランクコインとかがね、通常のガチャよりも圧倒的に安く手に入れるので、めちゃめちゃおすすめです。で、プロスピラビリンスでも最終日の激ヤバの時ですね。そこで何度も周回してると、ガチャで引くよりも圧倒的に安く A ランクを手に入れることができます。で、あとはさっき言った育成系イベントですね。こちらもエナジー使ってどんどん V ロードとか試練とかすべきイベントになっております。
報酬がね豪華な時とかはさっさと累計まで行きたいなって思うと思いますが、周りと差をつけてがっつり貯めてねガチャを引きたいっていう方は この積み重ね差が出てくるかなと思います。ということで本日は無課金がエナジーを貯めるためにやってはいけないことを3選という話をしていきましょう。貯めるのは当たり前ですが、消費の仕方で他の人と差がつくよっていう内容を紹介させていただきました。まあ、メンタル面でね、結構大変な思いをするかもしれないですが、長い目で見たら圧倒的にお得なので、毎月1000エナジーとかしっかり貯めていきたい方は、ぜひ頑張ってこの辺消費のところ頑張ってみてください。で、収入の方ですよね。獲得する方に関しては、こちらの動画で初心者が忘れがちなエナジーの貯め方っていうのを紹介してますので、ゲットする方で忘れてないかなっていうのを確認したい時にぜひ使ってみてください。で、動画の疑問とか分かりづらいとことか、自分はこういうやり方やってますよとか、いろんなご意見とかコメントをお待ちしております。この動画が役に立ってましたら、チャンネル登録といいねボタンお願いします。で、今日取り上げた A 確定ガチャは無課金引くべきかとかそういう話は、Twitter とかでもつぶやいてます。Twitter の方が最速で情報発信できますし、まあ、YouTube で話さないこととかもプチ情報を話してますので、よかったら概要欄からフォローお願いします。それでは本日もありがとうございました。気をつけて、よいしょ。